はい、どうもこんにちは、ダイダラです。異世界から、異世界勇者のデスゲーム、今からやっていきたいと思います。さあ、第2章がネット、ついに公開されまして、なんかトップページのイラスト変わったんだよね。クロエだっけ、これ。まさか今回クロエが。いや、そういうこと考えちゃダメだね。ということで、早速始めていきましょう。おう。第2章、運命は変えられない。運命変えられない。前回の終わりが確かタイムトラベルしてくるね、アランだっけがいて、ね、俺、で、綿貫とルークだっけ名前、うん、が、お前は死ぬって言われたんだよね。で、これ何これ?このままでは処刑されてしまいます。これ何だろう?裁判始まってるけども、何でもいい犯人につながる手がかりないのか?もうない。チクショー!綿貫たち殺したのは誰なんだよ!やっぱりあの脅迫状よ、脅迫状作ったやつが犯人。だから誰が作ったのか分かんないからこの状況になってんだろう。なんで今回時間制限あるのってね。ねえ、なんかみんな困ってんの全然なんやろ、推理進んでないよね。ぐったぐたやでこれ。え、決まってるじゃないですか。議論が永遠に続くのを防ぐためですよ。前回の MVP はルーク様と綿貫様ですし、お寿司、他の方の推理力は戦いが知れてますし、お寿司で、やっぱ、死んじゃったんだよね、これ。タイムトラベルしてくる前のお話ってことが。え、どうすんの?裁判中に帰ってきた?どういうことや?よりにも言ってあの二人が殺されるなんてよ。たわけ!あの二人だから殺されたんだ。犯人は奴らを殺せば推理ができないと踏んだんだ。くそ!天才やな、ほんま。ちくしょう。おい!切り裂きも、なんとか言え。なんで切り裂き黙ってんの?こいつ犯人やろ、切り裂き!ダメですよ、彼はずっとこんな感じ。おいおいおい、このままだとみんな死んじまうぞ。犯人以外全員がな。ああ、まだ A ですら言ってねえのによ、俺の人生終わっちまうのかよ。え、A って何?わかんないな、ちょっとわかんないからみんなお父さんお母さんに聞いてきて。A、B、C って何って。私だってまだ死にたくないです。私を待ってくれる民がいるのです。ね。月姫は女王様やもんな。私だってまだまだいっぱいこの目で見たいものがあるのよ。なんかなんとかしなさいって。めっちゃ他力本願やでこれ。誰か役に立つ異世界能力持ってねえのかよ。時間を巻き戻したりとかさ。あ、フラグですねこれ。そんな都合のいい能力あるはずないだろう。バカも休み休み言え。そうだ、時を超えるなど我が師匠でも極めるのに何千年もかかって。時なら俺が戻せるぞ。来たーあら、イケメンアラン!は?要は、時間を戻せばいいのだろう?わかった。やってやろう。うわお前主人公やで、これ完全。時戻せるは強すぎるやろ。必ずこの運命から出してやる。過去を塗り替え、未来をつかむ。この運命、変えてみせる。タイムトラベル2日前に戻るぞ。でもこの能力使えばねえ、拉致された時に逃げたよくね。異世界から異世界勇者のデスゲーム第2章やっていきましょう。どうした、おはようございます。皆様昨晩はよく眠れたでしょうか。早速ですが皆様、礼拝堂にお集まりください。素敵なプレゼント用意しておりますよ。これ絶対あれやで、動機やで。またねえ、ここ数日でいろんなことがあった。死んだと思ったら女神が現れ、異世界勇者となることを決意して、かと思ったらキャットマンに襲われて、こんな何もない空間に連れてこられて、異世界勇者がこんなに揃ってるのに抗えず強制的にデスゲームに参加させられて、さらに人が3人も死んだ。アリスに、ソラに、ミュ。死は辛い、死なんて一度経験すれば十分だ。みんな一回死んでから異世界勇者になったわけであり、つまりみんな二度死を経験したことになる。ね、うわぁ、そうやな。普通に現世で死んで、また異世界でも死ぬっていう。嫌やなぁ。あれ、なんで俺死んでたんだっけ?確かに。思い出せない。いくら思い出そうとしても思い出せない。現世のことは覚えている。俺がどういう生活を送っているのかも。死んだであろう数日間の記憶がない。ちっとも思い出すことができない。なんやろね、なんか、ある日突然、交通事故で死んだとかかな。不吉やな。みんなも気ぃつけや。ね、安全運転。ね、交通ルールをちゃんと守りましょうね、皆さん。
しょうがないことだよ、綿貫君。ルーク何？心呼んだんかお前。何やお前は。おはよう綿貫君。いい目覚めではなさそうだね。ちょっと待ってよルーク、お前なんで話しかけてきた今。こいつ怖いな。しょうがないでどういうことだ。ねえどういうこと。異世界勇者になって数日は記憶が混乱して当たり前なんだ。あ、独り言言ってたんかな今。最初はみんなこう言うんだよ。気がついたら目の前に女神様が立っていたってね。うわいいな、俺も朝起きたら女神様。思い出すのはいいこととは限らないけどね。忘れたい記憶だってあるだろうし。リチャード君がいい例だね。彼は人の死の記憶が人間不死になってる。確かにね。そりゃそうと綿貫君、キャットマンの放送見たかい。メス行かなきゃダメか。少なくとも奴が優勢に立ってる今はキャットマンに従った方がいい。行こうか。オッケー。さあとりあえずあの1階の礼拝堂に行けって言われたのでちょっと今から行きますか。うわなんかこの並び方がねえちょこちょこ空いてるのがやっぱ気になるよね。これ最終的にスカスカなるんじゃんこれ。おはようございます。なんか眠そうね。昨日あんなことがありましたからね、僕も眠れませんでした。しかし朝の放送なんでしょうか、礼拝堂集まれとか。え、なんやろ動機。え、でもそんな速攻始まらんか、でも、こんな殺人が。ふん、どうせ動機とか言い出すんだろう。お、リチャード、俺と気が合うな。クッキュッキュ、鋼の意志を受け継いだ我らの敵ではないわ。命運の死を乗り越え、我らは強くなった。悪魔の囁きにはもう傾けないことだ。またこの流れか。あ、アラン、こいつ、タイムトラベルしてきた。話や、国会。はいはーい、どうやらお揃いのようですね。できた。なんだよ、朝っぱらから全員集めて。放送でも言った通りプレゼントをあげようと思いましてね。どうせろくなものではないのだろう。いやいや、いいものですよ。ディメンション。あら、旅の扉？何あれ？ワープホール？別次元繋がってる。帰れる？やった！え？こちらは新館への入り口です。うわー。弾丸論破的にね、一個事件を解決すると行動範囲が広がって、ね、なんかいろんな部屋が増えたりとかするんだよね。それと同じだよね、多分。新刊？異世界勇者の醍醐味といえば、冒険。ええー、冒険ですよね。急にテンション上がったな、こいつ。冒険といえば、難所をクリアするたび、行けるエリアが増えるというのが醍醐味です。三の死を乗り越えたご褒美です。あなた方の行動範囲を増やしてあげました。新エリアには、嬉しいプレゼントも用意しました。思う存分、殺し合い楽しんでください。ではでは、女神の加護があらんことを。あらま。はい。ということで、新しいエリアが増えた。ね、ご褒美もらいましたね。和の匂いしかしませんけど、ね、ここにいてもしょうがないから、前行こう。我が一番乗りだ。行くぞ、カノン。わあ、じゃあみんな行っちゃった。はあ、相変わらずの無鉄砲ぶりですね。私たちも向かいましょう、前進もう。面白いもんがあるかもしれないしな、行こうか。ふん、脱出のためだ。今回でとりあえずリチャードとまた仲良くなっとこうぜ。さあ、僕も先へ行って散策してくるよ。さあ、ルークも行っちゃったね。一人になっちゃったんだけど、つらーい、寂しい。さあというわけで行動を開始していきましょう。ねえ、行くか新館へ。はい、ということで新館やってきました。新館、お、アイテム落ちてる。あー、やった、お金落ちてる。ラッキー。転送ルーム、なにこれ。とりあえずお金が気になる。やったぜ。なにこれ、石板、次元転送装置だね。何それ本当か。かなり吸湿機のやつだけど。赤は詳しいな。まあね、女神だし。いや、使えるのか。使えるわけないか。これが使えていて、この次元から脱出できるならここに置いとくわけない。まあ、エネルギー切れなだけで使えるかも。エネルギーを何、魔力って言えばいいのかな。手をかざせば、異世界勇者から手をかざせば、魔力溜まっていくんだけど、かなりエネルギー必要だね。カノンの異世界能力で元に戻してしまうのはどうだ。ほら、カノン出てきた。カノン可愛いよね。よろしく。これで使えたらゲーム終わり？あ、ダメ？エネルギーがなかった最初から。あ、ね。まあ、そうだね。リチャードがどんどんこれでエネルギー注入っていうか、全員で協力してやった方が良くない？これ。
ねえ、今のところここだ、これだけが空間から脱出できる道だ。俺やるぞ。あ、手伝ってあげるよ。ねえ、綿貫くんは他の部屋散策してきなよ。じゃあここはリチャードとね、女神様に任せておきましょうか。で、次見ていきましょう。モンスター部屋発電室と、どういうこと？なんかめっちゃモンスター流れてきてんだよ。機械が見える。ねえ、何これ、紫？発電室だそうだ。さっき例の猫が来て言い残していた工具、異世界の魔道具を使ってる。あらあらあら、発電室、どういうことやろこれ。犬流れてきたね今。異世界の魔術師が魔法をかけた道具だ。魔道具は魔物を宝具で無限生成し、猫出てきたね今。その魂をエネルギーに生成変換する。ああ、じゃあつまり無限に魔物が出てきて、それをベルトコンベアで流して流して、女の子流れてきたね今。ねえ、そいつをぐちゅっと潰してエネルギーにしてるの。うわ、グロいな。なんか魔王みたいに流れてきたで。リンネ転生の部屋だよ。なかなかグロい部屋ですね。ここ何に使うねって話だね。ほんま。おう、月姫が。そこの部屋鍵かかってる。コンピューター室って書いてる。あら、コンピューター室使えないんだ。整備中。ここ何？医務室。ねえねえ、綿貫。何？じゃじゃーん、見て見て。眼帯？あら。どうしたん、眼帯とか急にして。あら、お花柄ね、かわいいね。こんなのもあったわ。うわ、なんやそれ、コウモリの羽？悪魔の羽？うん、お前眼帯似合うな。あ、そうかしら。あんただったらどれ選ぶ？え、悪魔の羽？シンプルお花？え、かわいいやつの方がええよな、お花つけといたろ？ねえ、女の子やし。女の子だからお花って安直。おしゃれおしゃれ。じゃあな。あれ、なんやったんや、あいつ。これ、切り裂きかな？これ見てください。今回さ、毒を使う、毒と薬の事件だから、切り裂きだな、犯人は。俺の予想は切り裂きがクロエを殺す。ね、そういうことだ。これ、毒薬ですよ。なんで毒薬があんの？即死性の毒ですね。睡眠薬に麻酔、催涙スプレーまであります。いやあ、綿貫くんいいとこ来てくれたね。なんだ？アランくんが用あるって。アランどこにいるんだ？あ、他の部屋見てきてって。わかったわかった。アランはあれやな、タイムトラベルしてきた時の話やろな。おう、綿貫、シェルター室らしいぜ。上のロッカーみたいな箱がシェルターなんとだよ。だ、あの真ん中のロッカーね。出入り口のハッチはそこの装置で操作するみたいだ。開閉時にいちいち網膜認識する、認証見するみてでよ。あの目ん玉スキャンするやつな。なあ、めんどくせえなっていう。内側にしかないっていうのが肝やろな、多分。どういうことやろ。はい。ああ、これで脱出できなくなるんだ、完全に。あとアイテム。で、ここのシェルターに入れる。てか、4つある。多分ここで殺人事件起こんのかな。多分ね、ここで誰か死んでて、入り口閉まってて密室だった、みたいな。多分毒薬を使った時間差の、殺人みたいな感じを俺予想するんだけど、多分当たってるよ、みんな。どう？待たせたな、二人とも。あらん。極めて大事な話だ。誰かが来るかもしれない、場所を移そう。まあ、タイムトラベルの話っていうか、これあれやろな。一章のエンディングの時に流れてた。どこやろな、ここ。お前ら、落ち着いて話を聞いてくれ。お前らは明日ここで殺される。これは決定事項だ。明日か！それは君が僕たちを殺すっていう殺人予告として受け取ればいいのかな？いや、違う、そうじゃない。お前らには話しておいた方がいい。俺は、2日後の未来からタイムスリップしてきたタイムトラベラーだ。俺の能力はタイムトラベル。未来から過去へ飛ぶことができる。確定し、綿貫ルーキュ、確定した未来変えるぞ。素晴らしい。え、タイムトラベルしてきたって？ってことはそれが君の異世界能力なんだね。ああ、羨ましいよ。これが僕の長年憧れていた能力。ああ、話続けてもいいか。ああ、ごめん。
いいか、俺はお前らが死んだ次の日、その日からタイムスリップしてきた。この意味がわかるか。僕と綿貫くんが殺されかけた次の日、犯人探しがあったというわけだ。で、議論が難航して、だから未来を変えに来たんだったね。うん、全くその通りだ。まあね、あの道筋立てたらわかるよねってやつだね。やはりここで死なせておくには惜しい才能だ。お前には生きててもらわないと。ねえ、アランが一番やっぱ勇者してるよね。勇者、戦士ね、パーティーに欲しいよね。冷静沈着で勇気もあるしね。アリスに空と見、あいつも助けて。いや、できん、能力に限界があるんだ。そうやな、なんかいつでも戻れたら、なんで1日目使わんかったんって話やもんな。うん、俺の能力、タイムトラベルについて説明しておこう。過去に戻れてる距離は最大で2日、また再利用できるまで5日かかる。結構かかんな、それ。アリスやソラ、ミュウが死んだ時は悔しいが、俺の能力が使えない状況だった。使ったんだね、どっかで。あ、多分来た時に使ったんかな。そうやな、来た直後すぐ能力を使って2日前に戻った。結果は変わらなかった。俺は変わらず最初の部屋に閉じ込められたままだった。なるほどね、監禁されて2日以上気絶させられていたのか。それより今は救える命を救いたい。お前たちを救うため俺はやってきた。めっちゃいいやつやな、お前。俺たちは犯人が来たら戦って殺されないようにすればいいか。いや、それは変わらないんだ。未来は確定している。お前らが犯人に対抗し戦ったとしても未来を変えることはできないんだ。お前らは刺される運命、未来は決まってる。なんかどんなことをしても抗っても確定された未来は変えられないってこと。でも変えに来たんやろ、お前は。どういうこと。だけど君なら変えることができる。あー、アランだけなら変えられるってこと。最強か。ああ、一つ目の方法は強大な力で時空振動を起こすことだ。どういうことだ。ちょっとよくわからん話になってきたね、急に。時空振動というのは強大な力に伴う現象だ。その力は未来すら変動する力を持つ。これは不可能だ。なんで。異世界勇者は本来全員未来を変える力を持っている。魔王を倒す気だってそうだ。強力な能力によって魔王を倒す。あ、強大な時空振動が起こる。それが魔王を支配する未来を変える。なるほどね。確定していた魔王が支配される世界を、異世界勇者がすげえ力で魔王をやっつけた。その時に起こるのが時空振動ってわけだ。そういったものじゃないと、つまり圧倒的パワーじゃないと時空振動起こせない。だけど起こせないってことは、多分今集まっている勇者全員はまだ魔王を倒してないってことだよね。うん、興味深い話だ。そうだな、この作戦は現実的ではない。起こせる勇者がいない。確かに僕らは全員世界を救う前に連れてこられた。魔王を倒す力を持つ勇者がいるとしたら、キャットマンぐらいか。あいつか、強いもんな。あいつのレベルは完走してるだろう。奴が協力することはない。だから今回はもう一つの方法、上書き作戦を行おうと思う。何、上書きって。確かにお前らは未来で殺された。その未来は変えることはできないだろう。だがそれは誰かに殺されたという未来だけが変えられないだけだ。はて、だから誰かに殺された後、生き返っても運命に逆らっていない。いやいや、殺されてるやん。え、蘇生できるの？女神様？悪は頼む？未来の事象を変えることができなくても、未来の結果は変えることができる。なんか難しいね。何言ってるか分かんない。そうかもしんない。だがよく聞け。ここからが重要だ。今回の作戦について説明する。明日の夜、お前らにはシェルター室に来てもらう。ああ、そこね。うん。そこでお前らは犯人を待て。俺はシェルター室内に隠れてる。お前らはそこで犯人に殺されるだろう。ここは悪いが変えることはできない。やだな。でかい勇者だ、我慢しろ。犯人がお前らを殺したところで、俺が犯人を取り押さえる。その間に、アクアがお前らを回復してくれる。アクア？ああ、回復魔法使えんだっけ。死んだ後も効果あんの？死んですぐなら回復できる。すげえな。アクアにはもう協力の依頼してやる。喜んで参加すると言っていた。これがその作戦の全貌だ。綿貫ルーク、確定した未来を変えるぞ。ああ、また死にたくないし。未来について疑問がある。
何ルーク、なんかザーッテレビなんか光ってんで、ねえろキャットマン。ほっほっほー、皆様新エリアどうですか。特にリチャード様なんて私のあげたおもちゃに夢中なようで、ねえそれ帰りたいもん、それそうやろ。いやープレゼントした甲斐がありました。王子様にはおもちゃが似合いますね。ですから皆さん特別にもう一つプレゼントを用意させていただきました。プレゼントの名はズバリ過去の記憶でございます。何のことだかさっぱりでしょう。ですからまずは見てもらいましょうか。プレゼントはこちらの映像です。 VTR スタート。何これ動機やろ。うわー誰の記憶やこれ。これ学校か、何してんの。ファッキューとかねえ、なんかいろいろ書いてんだよねえ。現世の世界のようだね。蹴ったり殴ったりいじめじゃないか。この服装って桐崎じゃない。いじめてるのは男の子、16歳の17歳ぐらいかな。いじめられてるのは女だろう。うわーひどいいじめだ、暴力だよ。映像が荒くて顔までわかんないな。何の映像だ。ダーイとかある。ボコボコにしてますやん。今のがまた例の殺人動機なんだろうね。なぜそう思う。いやーこれはこのタイミングで映像を流すとおかしいでしょ。ミウさんをピンポイントにで狙い撃ちした例のマグロ同様、誰かを狙ったものだろうけど。ねえアラン君、この映像は未来でも流れたのかな。ああ確定している、この映像は流れた。ただし前回この映像を確認した場所は新館の廊下だった。今頃俺ら以外の全員新館の廊下で映像を見てるだろうよ。映像の意味は誰に向けてのメッセージ。おそらくだがやつだ。誰来るぞ。あやっぱ桐崎や。あいつ犯人やぞ。おい桐崎、いきなり吐き出してどうしたんだよ。桐崎さん待ってください。でもあからさますぎるな、これさすがに犯人ちゃう気する。今回なんで二人は桐崎を追っていたんだ。運命変わらないか。ついてこい。あー桐崎開けろって。大丈夫ですか、どっか悪いのですか。くそあいつ鍵かけやがった。あー綿貫さん、お二人とも皆さんはさっきの映像見ましたか。見た見た。ねえ暴力ファッキューだった。ファッキュー、あの映像を見た瞬間ね、化粧を変えて走り出した。桐崎やで、やっぱ犯人。あの学校の映像かな。そうだ、急に走り出したからよ。慌てて俺と月姫が追ったんだ。でも私たちだけじゃ追いつけなくて、この部屋に閉じこもってしまったのです。ねえ、アラン君、一つ聞きたいんだけど。なんだ。桐崎君、引きこもっちゃったわけだけど、ずっとこのまま。奴は議論が始まるまでずっとこのままだ。犯人探しの捜索にも参加していない。え犯人じゃない。なるほどね。ありがとうアラン君、大体わかったよ。何の話してんだ。ごめんごめん、何でもないよ。僕に任せておいて。僕は桐崎君が出てくるまで待ってるよ。さっきの殺人動機は彼をピンポイントに狙った可能性が高いからね。彼のことは誰かが監視した方がいいと思うし。お前ナイス作戦。わかった、ルークに任せよう。みんなは新しく解放されたところで散策しといて。でも二人組の方がええんちゃうそれね。俺らはルークを一人残し、その場を後にした。まあ、いっか、とりあえず自由行動が開始されましたので、今からサポートしてみましょうか。どうしよっか。とりあえず、リチャードに会いに行くか。いや、おっとっとっと。キリサキのせいで部屋に入れん。引きこもったもんな、あいつ。あ、エネルギーチャージしとくんや。ちじ、おしゃべりしとこうか。食堂ついてきてくれんの、なんか優しいやつやな、お前。そんなかあげようか。何欲しい？納豆あげる、納豆。ああ、喜んでくれた、納豆。いや、話しようや、俺と。ねえ。なんで仲良くしないの、お前。人は信用できないから、信頼できないからだ。俺は、信頼してた人間に殺されたんだ。王子の宿命だ、小さい頃から、四六時中命を狙われていた。え、ちょっと待って、リチャードってこいつ、現世でも王子だったってこと？やばいね。すごいね。え、王子とかって、まあ外国やからあるか、王政のとこはまだ。家臣ですら信用しない。俺に近づいてくる者はみんな俺の敵だ。王とはそういうものだ。幼かったある日、俺に幼い友達ができた。
例外もなく俺はそいつを信用していなかった。しかしそいつは単に本心から俺と仲良くしたいだけだという。驚いたよ、俺にそんなこと言う奴はいなかったから。俺はいつしかそいつに心を許していった。初めて友達ができたと思ったよ。俺はそいつに気を許し側近に置くことにした。信頼していた。しかし俺はそいつに殺されたんだ。わー、人間不信になるわそれ。全ては長い計画の一部だった。俺を玉座から振り引きずり下ろすため、彼はそのため幼い頃から僕についてきた。信頼された人間に殺されたショックはでかかった。ねえ、俺は異世界を救い現世に戻る。そして今度こそ孤独の王になるんだ。分かったら速やかに俺の前から消えてくれ。誰も信用せん。ねえ、誰も信用せん。信用度が上がった、信頼度が上がった、嬉しい特別ってことだね。俺は照れるなあ。あれ、なんや、クロエだ。オス何してんのクロエ。ああ、綿貫感触をね、あ、眼帯つけてる。私の勝手でしょ。なんか、クロエの字と名結構好きやけど。あれ、私の左目って義眼なのよ。何それ、義眼。魔眼的なやつ入ってんの。なんか勘違いしてるけど、義眼ってコンタクトレンズみたいなものよ。医療用義眼って言ってね、まぶたとかの形成維持のために上からはめるの。あ、普通に、片目見えへんだけか。異世界でなんかね、変な入れたんかと思った。義眼で補強っていうより、義眼でまぶたを支えてる感じね。小さい頃に目の病気にかかっちゃってね、それでずっと、今、紫来たよね。絶対めんどくさいよ、これ。なんだと？はやっ！クロエよ！いや、どうしよう。ついに決心したのか。何、紫。この時がやってきたのか。一目いた時から才を感じていた。いつかやってくれると信じていたぞ。は？確かに黒いの格好も結構決まってるもんな。眼帯に決まってるでよ、あろう。力を抑えるためのマジックアイテム。なあ、眼帯が似合ってる？さすがは目を持つ者。この、よもやこの漆黒の時代に、こんな良き魂の器に出会えるとはな。これぞ神のいたずら、いいんだ。必然ゆえの結果であろうぞ。わ、黒いに絡まれたらめんどくせえだろうな。最近は会った時より分かりやすくなったんだけどね。興奮してんだと思う。興奮？紫みんなに合わせるため苦労してるみたい。あまりにも強大すぎる力がゆえ、今まで封印してきたこの左目、沈まれ、このジャガン、今は、またその時ではないってやるのだろう？何を恥じることがあるのだ、かっこいい。異なる力を秘めた瞳、生まれながらの宿命を背負いその力、気に晴らすことのできない魔力の瞳で闇をもてらす。何言ってんのよあんた。夫は弱えて隠すのが分かってると言ってるのだ。その左目、いつ開眼する予定なのだ。いや、義眼だっつってんだでしょ。かぶせ物してるから見えないの。まだ開眼してないというのか。よもや開口の前に悪霊の力をその身に宿すとは。あんた、そもそもね、あだこだ、あだこだ。何してんだ、カノン。メモ。研究。紫の言動記録してる？初めて会う種類面白い。紫の、何言ってるかわからんもんな、こいつ。あんた、昔からそうなの？そうなんだ、現世でも異世界でも。あ、それ、NG ワードやろ、多分。そうだ、言い忘れない全てである。あるいは昔、アーカンソー州の湖で。あ、メモメモ。なんだこれ。いや、ほんとなんだこれやで。さあ、まだ自由行動できますね。え、誰見に行く次。さあ、その前に先にあれ見とこうか。ライブラリー、リチャードの情報を見とこうか。リチャード、なぜ異世界勇者にね、王子として狙われた宿命であったが、これはさっきのやつですね。みんな敵を思ってた。ある日友達ができるね、仲良くする、するものは、王子としても彼と仲良くしようとするものばっかりやったが、少年はただ単純に彼と仲良くなりたいからというものだった。ね、そして、その彼を側近にして、したけど、ある日その人に殺されたっていうことですね。その後彼は女神に悟され、異世界勇者となったが、現世で裏切られたことは忘れられず、他人への警戒心はより一層強くなった。まあ、そりゃ強なるやな、ほんと。リチャードかわいそうに。紫ってなんだっけ、能力。紫。
ねえ、ジャッジメントって、あ、重力操作か。いや、ほんとこの空間嫌なっちゃうね。退屈よー。じゃ、仲良くしようぜ、クロエ。なんかあげようか。何欲しい？ゼクティとか？でも、カボチャとか魔女やから好きそう。あ、とても喜んだ、ラッキー。当たりじゃん、これ。カボチャかしら、当てた、カボチャ。大好物。なんであの素で美味しいのかしらね。はい、ということで、これで、クロエとも仲良くなりました。誰か来た？誰？うわ、ロベルトじゃん。おーす、綿貫元気か？何？野郎の見張り交代してやろうと思ってな。ルークの野郎。トイレも飯も行かず、あそこにいてさ。うわ、絶対それ我慢して腹減ったわ。誰か代わってくんねえかなって思ってるやつだよ。ねえ、誰か気聞かせてくれよって時に、ロベルトいいやつ。だから俺が変わってる間、あいつに飯でも食わせてやってくれよ。わかった。じゃあ、ルークの方行こう。というわけだ、行ってこい。ありがとう、ロベルト君。切り裂きのやつまだ引きを持ってる？話しかけても反応なし。心配。俺はお前のことが心配だよ、ルーク。ほら、飯食ってこい。わー、飯食うか。いや、ほんとルーク横顔女の子だな、お前。ねえ、綿貫くん。実は僕、君のこと一番信頼していてね。俺？別に、俺はお前に何もしないと思うけど。やっぱ一番最初に会ったからというのが大きいのかな。だからね。綿貫くんにだけ教えてあげるよ。これは君を信頼しているからこそだ。なんか怪しいぞ、お前。そう言うと、ルークはこちらに手を伸ばしてきた。何？ルーク。僕の能力を教えてあげようと思ってね。僕の手を握ってくれないか？おい。ふむふむ。なるほど。ああ、なるほどね。ああね。ルークは俺の手を握りしめ、何やらニヤニヤと思考を巡らせてきた。しかし考えてみれば、握手するのは久しぶりかもしれない。日本で生まれた俺の挨拶は基本、握手ではなくお辞儀だ。確かに握手し慣れてないみたいだね。ほら、僕に目線合わせてないみたいだし。あれ？そういえば欧米だと、目線を合わせて握手するって聞いたことがある。ルークはその出身だから気が回るのか？僕はスラム街で一生終えてるからね、礼儀を学ぶ機会はなかったけどね。これ、ルーク！お前、相手の思考を読むって能力か？触ってる相手の。え、強すぎへん、それ。そうか、ルークも壮絶した人生を。って、なんかおかしくね？俺言葉出てた？あ、やっと気づいてくれた？どういうことかわかる？今、俺が心の中で思ったことをルークは読んでいた。ってことは、つまり、お前もテレパシーを持ってるのか？女神様から与えられた異世界能力、テレパシー。あ、かぶってんのか、これじゃあ。2日前に女神様に与えられた能力だが、ルークは以前から持っていたのか。正直、俺はこの能力の使い方がよくわからず、全然有効活用できてないけど、聡明なルークのことはうまく使いこなしてるんだろう。待って、綿貫くん、今聞き捨てにならないこと聞こえたけど。あ！女神様のこと言ってもらったあかんて、それは。やばいやばい。女神様生きてるの？あ、しまった、内緒だった。なるほどね。裏切り者を探すため女神様は自分が死んだことにして調査してるんだ。でも大丈夫だよ、綿貫くん。このことは誰にも言わないから。あ、頼む。しかしまあ、ルークも同じ能力を持ってたと驚きだよ。僕も驚いたよ、綿貫くんが異世界能力を持っていたなんて。この能力が持つ者が2人もいれば、事件が起きても無敵だな。いや、綿貫くん、それはないんだよ。この能力にテレパシーを持つ者は僕1人しかいないんだよ。え？いや、俺持っとるけど。ちょ、待って。取られた？騙された？僕が考えてること読み取ってくれない？それはいいけど。あれ？なんか使えない。まあそうだろうね。僕の能力、グリード。あ！悪い能力やな、お前。なんだその能力。効果は対象者の能力の強奪。握手した対象の能力を奪うことができるのさ。握手した対象っていうのが肝やな。もちろん能力を与えることもできるよ。それはまた握手すればいいだけ。え、ってことは、え、能力ストックできるってこと？いろんな人の能力を集めてあげたりとか。な、おもろいな、お前その能力あったら異世界勇者として強かったやろな、本当に。その能力があれば。テレパシーの能力を持つ僕には考えてることがわかるよ。
そう、もしこの能力でキャットマンの能力ディメンションを奪えたら、あーね、帰れんじゃん全員で。その能力で空間から脱出できんじゃないかなってことだよね。でもね、おそらく無理。やつは僕ら全員の異世界能力を把握している。この能力に引っかかってくれるとは思えない。だけどね、いつかはチャンスが巡ってくると思う。僕はそのチャンスを見逃さないよ。奪い取ってみせる。あ、なんやお前味方やったんか。そりゃそうか。で、渡崎くん、お願い思いついたんだけど。何？この能力貸しててくんない？まあええけどさ。桐崎くんが閉じこもった理由、その真実が知りたくてね。それと心の優しい君のことだから、この能力乱用してないんでしょ。いい期待だからみんなの本心知りたくてね。心の声聞いて回りたいんだよ。ああね。そしたら誰が殺人を犯しやすいかってのが分かるもんね。ダメかな。別に構わんが、テレパシー使用回数決まってるぞ。ああ、それは綿貫くんのレベルが低いからだね。大丈夫。僕ある程度経験値がある。ね、いいでしょ。終わったら返すよ。分かったよ、ルーク。ありがとう。早速、桐崎くんのとこ行ってくるね。これ、買ったやろ、もう。すぐ犯人分かるやん、今回。使いこなせてなかったし、あいつが持ってくれてた方が役立つか。もう朝だな。ルークってそういえば夜中もずっと監視してんだっけ。そういえば今日の夜俺が殺されるんだっけか。結構気楽やなお前。俺やったら震えて寝れられへん。うわー、死にたくない、死にたくない、やだー。ルークどう、読み取れた？またか。じゃあとりあえず今回もクロエのとこ行きましょうか。さあ、とりあえずクロエとおしゃべりしましょうか。はい、じゃあプレゼント渡しましょう。あ、かぼちゃもうねえぞ。どうしよう。ゼクティーあげるか。いや、やめとこうか。納豆とかどう？うわ、喜んでくれた。納豆好きそうな顔してるな。もうどこ行っちゃうの？スキルくれ。頼む、スキルをくれ。時間にルーズな精神。最悪やな、その精神。ひらめきシステムの秒数を30秒追加する。あら、結構便利ね。ありがとう。また誰か来た。アランか。違う、誰？カノン。なんでカノン来たん？え？何しに来た？これ私に。え、何持ってきたの？予告状。今宵、真っ赤な狂気を携え、あなたの寿命をいただきに参ります。え？俺は驚き、とっさにカノンと距離を取る。カノンが私に来たのはなんでだ？ねえ、勘違いしちゃってるもんね、主人公今。いい感じの棒を手に取った。そんな俺に反応したが、カノンも担当構える。お前が犯人か。犯人？俺が殺されるのは夜のはずだろ。未来は変わってるのか？確かに襲われるのは夜。だから今はそのための下準備。お前が犯人だなんて思わなかったよ。人を殺してまで現世に帰りたいか。何の話してるの？お前が私に来たって言ったろ。予告状、いや脅迫文か。直接私に来るなんて大した度胸だな。勘違いの理由が分かったよ。これ私にじゃない。私に届いた。は？カノンに届いたの？気づいたのさ、ついさっきだ。枕元に置かれてたよ。誰かに相談した？なんで俺のとこ来たんだ？どう思う？いや、一番信頼できるからってこと？お前が狙われてるとしか。ルークのとこ行くか。まあ、ルークに心呼んでもらったらええか、今。で、僕のとこ来たわけだね。ルーク、カノンをその犯人から守ってやりたいんだけど。ねえ、カノンさん、一つ聞いていい？寝てる間に置かれたってことだよね。なんで犯人がそこで君を殺さなかったの？自演じゃない？聞くねえ、俺もそう思うけどさ。寝てる間に置いていったの？ルーク、カノン疑ってんの？いやいや、あくまで確認だよ。どうなの、カノンさん？間違いない、寝てる間に置いていった。ふむふむ、なるほどね。いやー、渡崎くん、素晴らしい能力だね、テレパシーは。お前、それ言うなよ。これ絶対言っちゃダメな能力だよ。殺されるよ、それバレたら。いや、こんな使い勝手のいい能力はないよ。ともらっちゃいたいくらい。いやいや、貸したままだったな。いや、こっちの話だよ、カノンさん。ところで君は嘘ついてないみたいだね。誰かからの脅迫状のようだ。あら。ってことは、
カノンは犯人じゃないってこと？なんで？なんでカノンに脅迫状が行ってルークと綿貫が殺されるんだろう。まあ綿貫くん、本当に脅迫状だとしたら都合がいいや。カノンさん、今夜僕たちと一緒にシェルター室入ろう。シェルター室？実は綿貫くんと僕も誰かに狙われていてね、安全なシェルター室に隠れて犯人を捕まえようとしてるんだ。狙われてるの？で、よかったらカノンさんも犯人確保を手伝ってほしい。アラン君一人じゃ心配でね。カノンさんも行ってくれたら嬉しいな。大丈夫？わかった。何時行けばいい？18時。じゃあまた後で。うわー、出た。まだ自由行動できんのか。これ最後の行動やで。うわ、誰が死ぬんやろ。気になるなー。とりあえず俺はクロエが死ぬと予想してクロエと仲良くなってんの今。ゼクティはあげとく。ゼクティ喜んでる。なんで異世界勇者になったの？綿貫なら話していいかもね。片目が見えないの。それさっき聞いたよ。この左目はね、義眼。このせ目のせいで異世界勇者になったの。生まれつき左目に病気を患っていてね、白く濁っていて何も見えなかった。目ん玉を化けていじめられてね、それが理由で学校に行きたくなかった。それを知ったお父さんが私の左目に義眼を入れてくれたの。いいパパやな。でも片目の視力が悪くてね、文字も読めないレベル。メガネかけろよお前。学校の勉強にもままならないから学校を途中で退学しちゃったんだ。あ、だからこいつエレメントで火しか使われへんや。もっと勉強しとけばどんな元素でも使えたのに。めっちゃ強い能力やのにね。この世界を救えば左目を見えるようにしてくれるってね。私はこの目でしっかりと世界を見てみたい。そう決めて異世界勇者になった。さあ、クロエからの信頼も増してきましたね。お前もええやつやな。悪いやつおらんねんって。異世界勇者に。元は世界を救おうとした勇者やねんからね。キャットマンのせいでなんか騙されてね、なんか殺人を犯してしまってるだけやからな。まだそんなおかしてないけど。これからこれから。で、今回殺人するやつは悪いやつやで、多分。いくで。さて、綿貫くん。時間ギリギリだね。まったく自分が死ぬっていうのにのんきなやつだ。ルークからも話は聞いた。カノンも作戦に入るかな。安心しろ、綿貫。カノンが死ぬことはない。死ぬことはない？言ったろ。時空振動でも起きない限り、死の運命は変わりはしない。つまり今日、お前とルークは死なん。カノンと、俺はどうだって知らない。だから協力してくれるのはありがたいんだ。一人じゃきついと思っていた。それにしてもアクアのやつ遅い。アクア抜きでは始まらないんだ。何してんだろう。呼んでこようか。いや、危険だ。お前らが死ぬのは今日の夜だ。うかつに歩き回らない方がいい。何してんだろう、あいつ。マジで、時間にルーズな精神持ってんじゃねえか、あいつ。ねえ。他の作戦だ。え、何別の作戦って。怪しいなってきたぞ。お前らをおとりにして犯人を捕まえる作戦だ。しかしそれはアクアの存在があってこそだ。ひとまずシェルターに入って身を隠す。アクアが来るまでの時間稼ぎ。これで少しは死の時間を遅らせることができる。遅らせることができる。大丈夫？だからここにしたんだ。あ、出た。うわ、ちょっと待って。これ誰も入ってくれない。これ多分ね、シェルターの中に全員隠れるやん。で、ねえ、アクアが来たかなと思って外を見た誰かが死んでるってパターン。やと思う。入り口閉めたか。ああ、アクアには書き置きを残していたから大丈夫だ。え、じゃあアランが死ぬの濃厚やない？この感じ。怖っ。これでアクアがやってくるまでの時間稼ぎは十分だろう。お前たちの死の時間を遅らせられるはずだ。時間稼ぎね。シェルター入ってた方が安全だ。犯人がハッチを壊して中に入ってくる可能性もないからな。壊したら気がつくと思うけどね。で、ザランクの作戦に乗るよ。シェルター入ればいい。カノン入る必要なくね。でもアランも入るんか。じゃあ全員で入んなんで、1人1個。いいね。お前らこれ飲め。何これ。うわー、なんか怪しい薬やぞこれ。痛みを和らげる薬だ。お前らは刺される運命で飲んどけ。ラベル貼ってないと怖いよね、これ。私も？アランの言う通りにしてくれ。これは俺らが生き残るための作戦だ。ごっくり。
全員飲む。アクアが来たら俺が扉を開ける。それまでお前らは出てくんな。アラン君入らないの？俺はそこの影に隠れている。知れた内では外の様子は分かんないからな。何、俺は死なないことが運命で決まっている。心配いらない。いいか、俺が飛び開けるまで出てくるなよ。そうすれば安全だ。え、どうなんのこれ。絶対殺人起こるで、こっから。せんま。中は見た目以上に狭いな。昔冷蔵庫をシェルター代わりにしてた映画があったが、その気分。ルーク大丈夫か？いや、聞こえない。防音かなこれ。ああ、眠い。なんだこの眠気は。この狭い空間からの安心感からか。いや、さっき飲んだ薬、睡眠薬ちゃうか？眠。うま。うわ、これあかんて、絶対。いや、アクア、お前、マジ遅れてくんのやめろって。わ、キャットマン来たやん。はーい、ストップストップですよ。急いでるんだけど。知ってますよ。面白いことになってるようで。でも、あなたをね、止めた方が面白い展開になってくれると思いまして、どいて。いえいえ、通しませんよ。用事がありましてね。困るんですよね、ああいうことされちゃ。あの方は寛大だからいいものを。何の話？とぼけても無駄ですよ、すべて知ってますから。あのですね、このデスゲームは勇者同士で殺し合うから意味があるのです。あの方の崇高なる考えであり、私はそれに従うしかありません。従っている以上、あなた選手はあなた方を殺す権利がありません。ゲームマスターなのでね、基本的にはあなたを殺せない。しかしゲームを妨害するものであれば、私がこの手で抹殺できる権利があるのです。いや、バレてるよね、女神であること。妨害ね、全部わかってるのですよ。あなたがそこそこそ嗅ぎ回ってることは。これ以上余計なことされるの面倒なのでね。パッカパカーン、私の独断でアクア様には死んでもらうことにしました。ディメンションこれなんか強そうなの来たで。これサモンです。こいつは強力ですよ。魔王すら一撃で消え去りなさい。セイクリッドオーバースキル。もう強い。わあ、メテオ降ってきたで。やめてよ。ほう、まだ死ぬわけにはいかないんだ。私もね、あなたに干渉はしないつもりだったけど、友達と約束したからね、助けてあげないといけないんだ。ふう、予想以上の力をお持ちのようで。初めてですよ、異世界の魔王より強い相手なんて。殺しはしないよ。だけど眠っててもらうよ。おおおおおお、なんや。ああ、寝てたのか。なんださっきの揺れは。この次元でも地震は起こるのか。ちょ待てよ、今の時空振動じゃない？アラーン！アラーン！うわ、どうやら寝ちゃったみたいって。これはなんか廊下まで声聞こえたけど。あーく、アランが。アランくん、早く回復魔法ヒーリング。ダメ、もう蘇生可能時間過ぎてる。何時今？20時過ぎだ。どうやら2時間以上寝てたみたい。シェルター室で何かあったんですか？おい、すげえ声響いたけど。アラン？おい、アラン、しっかりしろよ。アランってば、また犠牲者が出てしまったが。犠牲者が出た、それはつまり。おお、勇者が死んでしまうとは情けない。はい、お待ちかね。2回目の犯人が出る時間でーす。キャットマン？おい、お前犯人してんのかよ。してますと、もうほら、あそこで監視カメラあるでしょ。なので犯行の一部始終見ておりますので、安心して捜査に励んでください。今回のこのね、事件で気になるのはね、シェルターってか、この、シェルター室のドアが開いてたことだよね。なんで開いてたのか。そこが多分焦点になってくる。なんでアランだけ殺されてたのか。ね、アランもシェルター入ってたっけ？覚えてないわ。じゃあ、ルールをお逆らいしておきましょう。皆さんも犯人当てるため捜査してもらいます。そして、明日、犯人当てしてもらいます。犯人見つからなかった場合は、犯人以外をこの手で処刑します。さらに犯人には約束通り現世返してあげる。犯人を当てられたら、犯人以外の勝ち。犯人を処刑します。その場合は、このゲームは継続。以上がこの犯人当てのルール。前も思ったんだけど、いい？犯人が複数いた場合どうなるの？うわ！共犯システムね。弾丸論破じゃ、実行犯だけが逃げれるみたいなルールだったんだよね。その場合、共犯のルールが適用されます。何それルール？
私聞かれたことしか言わない主義なので、ズバリ共犯のルールとは、複数に犯人いた場合適用されるルールのことです。一人の人間を二人以上の人物が殺した場合、その犯人たちは共犯となります。もし片割れしか当てられなかった場合、正解扱いで共犯側の勝利。当てられなかった皆さんは全員処刑、当てられた犯人含めて共犯者が厳正。共犯者全員当てないといけないんだ。何が高い。ではでは犯人探し頑張ってください。共犯全員にやられるんやったらさ、殺すやつと一人生贄を用意して二人用意して、あと全員共犯やったらそんだけ逃げられるってことやろ。これクズの考えやからな、絶対あかんで、この考えは。ではでは、また起きてしまったのですね。なんだかなんだかわかんないね。本日いっぱいってことはあまり時間がない。操作しながら整理しよう。綿貫君は混乱してるかもしれないけど、操作するしかないね。さて、始まった操作タイム。ぶっちゃけ今回はわからん、マジで。重点的に調べよう。切り裂きがどうなってるかだよな。はしごだ。はしごだ。クロエ。何？結婚？アランの結婚か。死体まで続いてる。シェルターが来たや。どういうことだ？シェルター開いてたんだよね。ここで殺されて、バタバタバタと歩いていったんだ。あそこまで。誰かに助けてもらいに。匍匐前進した後よ。這いつくばってシェルター前で移動したんだね。何がしたかったのかしら。そうだよね。シェルター前にいた俺たちに向かって何しようとしたんだろう。うわ、気になるな、これ。わからん。じゃ、ハッチ開閉装置。これ最初閉まってたんだよね。この状態じゃ誰も入ることはできない。アコはなんで遅れてきた？遅れた？あ、この現場にってこと？いやー、ごめん、あの時礼拝堂にいてさ、もっと早く来ればアラン君助けられたのに。そういえば、綿貫君たちはなんでシェルター室集まってたの？知らないの？アランに聞いたはずじゃ。何のこと？だってお前はあの作戦の要じゃん。何言ってるの、綿貫君。私はアラン君に何も頼まれてないよ。作戦で何？何やってたの？どういうこと？アクアは多分キャットマンにやられて頭おかしくなりました。記憶失いました。そういや、綿貫、切り裂き外へ出たぜ。外へ出た？一回外へ出かけたと思ったらまた引きこもっちまったんだ。19時40分ぐらいだったっけな。犯行時刻前かな。わからんな、それは。おい、綿貫、お前ずっといたよな。ハッチは開いてたか？ハッチは閉めておこう。最初閉まってたんだよ。だけど廊下で声聞こえた。アクア、ちょっと待って。礼拝堂にいたのに廊下で声聞こえたってどういうこと？お前犯人やろ。違うか。ナイフだ。致命傷を避けていたみたいだ。で、視察だった。ショック死ね。刺して脅して情報を聞き抜くことした？さあ、ナイフの証言ゲット。心の目で見ろ。何それ？ゴミ。ガラスの破片？何やそれは。なんか瓶落ちてるで。何これ？わあ、痛み止めですよ。医務室で同じものを見た記憶がありますから、一度液体の色を覚えてました。でも、俺がアランからもらった痛み止めは違うぞ。ねえ。睡眠薬。うわ、アランに騙された？いや、違う。多分、医務室に元からすり替えられたってこと？いや、飲まない、飲まない。うわ、なんか、わけわからん。わけわからん。どうしよう。お前はいいわ、ロベルト。ロベルト邪魔やで。アランが横たわって死んでいる。すごい血の量。出血多量によるシック死。なんかある？あの、あった、これ見て。あざ？血でよく見えないがよく見ると、アランの全身に殴られたようなあざがあった。撲殺？死斑だと思う。死後体に現れるもの。だけど死斑は全身に現れない。毒殺？わからんな、これ。あ、脅迫状ね。真っ赤な
狂気。真っ赤な狂気って赤い、ね、痛み止めじゃないの？わかんない。シェルターは防音だ。さあ、作戦についておさらいだ。ね、本日殺されるはずだった。ね、これはアラン君の作戦の提案。で、僕らが殺される海は変わらなかった。だから一度殺された後生き返る予定だった。だけど肝心のアクアさんが来なかった。だから急遽作戦を変更した。とりあえず安全なシェルターに隠れてアクアさんを待つことにした。もしも、ものようにアラン君から渡された痛みでも飲んでね。だけど僕たちは急な めまいを感じて寝てしまった。起きてシェルターを出たら驚愕し、アラン君が死んでいた。全くその通り。お前は整理がうまい。運命論に嘘はなかったと思うんだけどね。やっぱ時空心が起こったせいだろうな、多分。もう寝るの早いな、寝るの。うわー、わかんねえ、今回の展開。前回めっちゃ簡単やったのにな。皆様、お疲れ様です。また証拠りもなく殺人事件が起こりましたね。それでは、これを見てる皆様に犯人宛てクイズを提供します。もし正解すれば、プレイヤーの皆様に追加のご褒美を差し上げますよ。うわー、ちょっと待て。誰やと思う？綿貫違う、ルーク違う。リチャードも多分違う。紫も多分違う。月姫も違う。霧崎怪しい。ロベルトも多分違う。クロエ。一応保留。クロエ。アクア、保留。カノン、保留。アリス死んだ。アラン死んだ。ソラ、ミュー死んだ。だから4人なんだよ、絞れるのは犯人。俺の中ではね。怪しい的ゲーム言動から考えて。一番最有力は霧崎なのよ。直前で部屋を出てたっていう部分がすごい気になる。だけど、18時の時に薬を用意した段階で、外にいなかったんだよ。アランが18時の段階より前に、薬、医務室で、睡眠薬、痛み止めと思った睡眠薬を持ってきたけど、それを用意したのは、霧崎ではないってことだよね。ってことは、詰まるところ、アクア。アクアもでも睡眠薬用意できたかな。クロエ。カノン。この誰かだと思うんだよね、俺、犯人。で、俺、この中で怪しいなと思うのはカノンなのよ。カノン。なんで怪しいかって思うと、かというとね、睡眠薬を飲んだとしても、再生能力っていうか、巻き戻す能力使えるんじゃねえかなっていう。自分に使えないんだっけ？そんな制約あったっけ？カノン。うわ、ちょっと覚えてない、それ。ね、使えないんだったら、俺の話は破綻するんだけどさ。カノンが、飲んだけど、薬をなかったことにして、ね、アランを殺した。ドア開けた。でもドア開ける必要ないか。うわ、ちょっと待てよ。じゃあやっぱアクアかな。アクアが来て、ガンガンガンって来たから、ね、アランに開けてもらって、で、ぶち殺したっていう。アクアだな、犯人。なんか、頭おかしになってるし。引き続き。異世界勇者のデスゲーム、お楽しみください。難しいなぁ。さあ、セーブしましょう。